up the value. The value. Do you want to feel alive? Bye.今日皆さんに集まっていただいたのは他でもありません。犯人はこの中にいる。はい、どうも。はい、こんばんは。どうもどうも。あ、新作サンドボックスのままだ。あ、いや今日もね、はじめちゃんとバトルしていきたいと思います。シェリンバーグンディです。前回は、2人目、オカマちゃんをいなしたところですね。まあ、あのいなした方法とかがそれで合ってんのか分かんないんですけど、とりあえずはあのセーブポイントまで行ったので、まあさ、大丈夫じゃないかなって思うんですけどね。一回あの氷のところとかでね、セーブポイントを迎えたけど、そこはどうやら間違え、迎えてなかったな。まあ殺したけれどその方法は間違いだったっていうパターンがあったんですが、よいしょ。あ、階段ね。 ありがとうございます。いやー、まさかね、樋口さんがね、いるタイミングで割り当てられるとは思っておりませんでしたが、2人目もいっちゃうぜ。階段ね、階段とあとすこやさんの 3D も良かったね。昨日は3回行動でしたけど、まあそんなね長くはなかったですが、でもあの本当に何ですか、ついにチューリップ組からの 3D というところでね、まあ僕もちょっとなんか、なるほどな、って感じだね。でも今月来月とかじゃないと思いますので、皆さんももうしばしゆったりとお待ちくださいね。いやー、 3D なー。いや、まあ、それはゆっくりと考えましょう。階段の件なんですけどね、
数々の比例と言いますかね、うん、比例は別にしてないんだけどね、別にちょっと、うん、気の多くままに発信をしたところ、まあ、ちょっとお戯れをね、したものですからね。ちょっとビビりましたけども。なんとか読めましてね、よかったね。うん。別になんともなかったよね。うん。パッと言ってね、一本読んで、ろうそく一本フッとして、ね、パッとね。帰りましたよ、うん、よいしょ、3人目もいっちゃうぜ、すごくたかしをやってくぜ、うん、なんかあのあと院長さんは朝5、6時ぐらいまでやってらっしゃいましたね。あの最後の方を見てたんですけど、お疲れ様でした。でなんか恐ろしい感じでしたね、うん、まあ、何も起きてなかったよね、見た人は分かると思うけどね、何もないね、うん、何も見てないね。大きいものに逆らうと何があるか分かんないな。よし、まあ今日は今日でね、またはじめちゃんとバトルしていきましょう。いきますか。ちょっと音量また元に戻すか。よいしょ。このゲームやるときだけ BGM がかなりでかいので、よいしょ、こんなもんかな。で毎回これをやんないとね、これだけなぜかセーブされないからね。オッケー、これ聞いてるかわかんないけどね。続きから。どれだ、どう、これか、真ん中か、真ん中だな。で今日からおそらくこの葛城直編の4分の4に来るんじゃないかな。ん、なんだ、あ、そっか、部屋に戻ったとこからでしたね。推理が始まらずにね、どうにか帰ってこれましたと。昼間の声明文と違い、今度のは単なるいたずらとして解決することのできないものだった。一体誰が書いたんだか、誰が書いたかは見当がついていた。見当、いやでもまあここまで来たら結構な葛城直オタクだと思うんですよ。つとむじゃない、つとむくんだっけ、あの人じゃないかなとは思う。うん、 B、誰が書いたかは見当がついていた。あそこまで直について知っている人間は八尾勤務以外には考えられない。あの太ってた方ですね、ちょっとふくよかなね。よし、このまま勤務を利用してやろう。これ以上勝手なことをされては面倒なことになる。勤務さんに罪を押し付けようってことか、 A は。でも、勤務くんはなんでやるんでしょうね、そういうことを。もしかしたらだけど、かぶってくれようとしてるかもね、罪を。これ以上勝手なことをされては面倒なことになる。まあまあ、本人の意思を尊重してみようか。よし、このままツトムを利用してやろう。ツトムのおかげでみんなは千春に気を取られている。ツトムのおかげでみんなはナオに気を取られている。千春、
でもなんスキャンダルの真相まで知らなくてもなんとなくこれナオがやってんなみたいに分かったんじゃないですかね。どうなってるんでしょうねそのあたりはね。ツトムのおかげでみんなは千春に気を取られている。ツトムのおかげでみんなはナオに気を取られている。B かな。どっちかというと、ツトムのおかげでみんなはナオに気を取られている。このまま全ての事件をナオの仕業にしてやろう。いや、私がナオだとバレた時全てが台無しになってしまう。あー、これは大事ですよね。多分だけど、このまま全ての事件をナオの仕業にしてやろうって言ったらもう二度と復帰はできないよね。だし正体も明かせない。 B は私なんですって多分言いに行くんじゃない。やってないんですって。どうだろう。しかもさ、ナオの仕業にした場合そのまま島に帰ってきたら足つくよね。だって別にナオ自体は死んでないんだもん。家に警官が来てお前がやったんだろうって押し問答になるんじゃないの。押し問答っていうか、とりあえず任意同行からだよね。 B じゃない。いや、私がナオだとバレた時に全てが台無しになってしまう。まあ、それ以前に多分家に来ちゃうから警官が。慎重に行動しなくては。うん、戸籍も持たず何もできない人生が始まるから。私はタカシの様子を探ることにした。タカシね、ラスト一人。様子を探るって何しに行くんだ。どうやって倒すんだろう。素早く行動し部屋に戻ってこなければ。もうすぐ入るはずの千春の警備の連絡を受けることができなくなる。ほう、私は高志の部屋へと急いんだ。もう部屋に行くの。ちょうどよかった。君も鍵閉じ込めた。偶然にも私は廊下でタカシに出会ってしまった。風邪をひいたみたいなんだ。風邪？体温計を取ってきてくれないか。あ、にしちゃ元気だね。ここで余計なことをしては疑われることになってしまう。まあ言うこと聞こうか。私は素直にフロントに体温計を取りに行くことにした。体温計で殺すことってできんのかな。すみません、お客様に体温計を持ってくるようにと。はい、じゃあこれを。あんだね。もう島だしね、大概のものありそう。そんな簡易なものは。支配人が渡してくれたのは下の下で測るタイプの舌下式体温計だった。なるほど。アーモンドの香料を塗ってあげようか。なんか分かりそうなもんだけどな。あれ、なんかこれアーモンドの匂いするね。顔に近づけるわけだからね。これなんか変な匂いするねってならないかな。大丈夫かな。そうだ、体温計に毒を塗れば。だってさ、これを持ってって口に入れたら、だってフロントの支配人のさ証言からさ、僕しかできなくない？その体温計触ってんの支配人、僕、たかしぐらいしかいないん。
おかしなことなるよね。マジで言ってる？前回も毒で失敗してるから。あ、もう これ明らかにね、罠だろ。ちょっと B で回避しよう。もっと多分ふざけるポイントは絶対あるからね。ここはまあ冷静に判断しよう。いや、うかつな行動は命取りだ。私はこのまま素直に体温計を届けることにした。うん、それがいい、それがいい。なんなら体温計をやって、で、その時は生きてたっていう、なんかそういう証言とかに利用していこう。うん。コンコン！なんだ、お前か。いや、僕、来るだろ、そら。なんだ。なんだ、その言い草は。ウィス、体温計っす、ウィス。ご苦労ご苦労。ん？あの体温計は？そんなものどうでもいいんだよ。何？あなたも僕を狙ってるの？何？俺はあんたに用事があるんだ。やっぱりまた縛られるんだ。何？なおちゃん。バレてる。違いますけど、直木圭一ですけど。なんですか、名字にちゃんをつけて呼んでる。あだ名くれるんすか。なれなれしいな。なおが犯人だと聞いたとき、俺の頭の中でピンときたのよ。ああ、名探偵がもう一人。あんたが、なおだ。違う、全然違うよ。何、怖い。所詮は女だな。ちょっと待って、服はだけてない？お前にはいちいちセクシーになるな。いける。どうやったら回避できるのこれ。放課後の魔術師、生命文。問題はそこにある。はあ、本当に誰が書いたか気づかなかったのか。いや、つとむさんでしょ。なんかミスったんだろうな。なんか変えてみるか。なるほどね。誰が書いたか気づかなかったのか。ん？いや、その選択はうまくやった気がしたんだけどね。よっ。まあ、ちょっと、いろいろ変えてみるか、じゃあ。どういう展開になるんだろうな。ちょっとさっきの詰んでたな。多分、毒塗った体温計を持ったまま殺されてたな。生命部のことを考えた。見当はついていた。多分ここまで合ってんじゃないかな。つとむさん以外な、誰だったんだってやった瞬間にあっちに分岐しそうだけどね。またなんかそうだな、つとむさんが犯人なんて、そんな心が痛むわ。誰よ、こんな利用しようなんていう選択肢を用意したのは。選ぶわけないじゃない。これ以上勝手なことをされては面倒なことになる。私が死ぬのよ、きっと。どうして彼はあんな声明文を書いたのだろう。彼の勝手な行動をやめさせなければ。
どうして、どうして彼はあんな声明文を書いたのだろう。彼は私の犯行現場を見て、奈緒が犯人だと気づいたのでは。奈緒の仕業だと気づいてかばおうとしているのでは。あ、ちょっと選択肢があったぞ。多分 B だと思うんだよな。犯人だと多分 A からの B じゃないかと思うんだけどな。犯行現場を見て奈緒が犯人とは知らないけど、とりあえず断層した奈緒さんいるな。一向に正体明かさないな。十中八九犯人だなって思ったのかな。犯行現場見たとは限んないけど、まあ犯人だろう。じゃあかばおうだろうな。 B、 奈緒の仕業と気づいてかばおうとしているのでは。熱狂的な奈緒のファンの彼のことだ。その可能性は十分あり得る。それならばもう少し手伝ってもらうことにしよう。結局利用するんかーい。あ、なんだ、また体温計か。持ってかないぞそんなもの。あ、千春の警備か。なに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 。はい、直樹ですけど。あ、朝霧だ。千春ちゃんの警備の件だが、うん、11時から12時までを受け持ってもらえないだろうか。まあそうね、選択肢もないね。やだ、その時間は島なんでそう見るんだ。ならないね、うん、私は素直に千春の警備を引き受けた。なぜならその11時から12時という時間をアリバイに使えるからだ。はあはあはあ、なるほどね。この11時から12時の間に勤の手を借りて隆を殺せば私にはアリバイができるのだ。手を借りて。私は自分の携帯電話から勤の部屋に電話をかけた。え、もう要請すんの。え、ファン心理はそこまで、そんなことまでさせてしまうのか。なおよ。もしもし。私。声でわかんのかな。その声はなおちゃん。まあ、なるよね。そんな好きなんだもんね。やっぱりなおちゃんもこの島に来てたんだね。ヤオイさんは私が人殺しをしたのを知ってるわね。あ、もう言っちゃうんだね。っていうか、奈緒ちゃんのことなら何でも知ってるよ。あら、キモーい。あら、それならお願いしたいことがあるんだけど。いやー、ちょっとなんか奈緒さんな、ずちょっとファンに悪いことさせるのは何でも聞くよ。エンターテイナーとしてはダメだと思いますけどね。はあ、パシリをさせるような感覚で人殺させますね。ちょっと焼きそばパン買ってこいよぐらいで。わかった。わかっちゃうんだ。怖いね、ファン心理は。すげえ。いや、こんなこと。あとはツアーが終わるまで私がナオだとバレないようにするだけだ。いや、もうバレていいんじゃないの。ツトムさんがさ、やってくれるんだったら。え、もうじゃあ11時を普通に迎えて、なんならあのはじめちゃんと一緒にいればいいんじゃない。はじめさん、怖いんですけど一緒に守ってもらうことって可能ですかねっつって。
つとむさんどうやって倒すんだろうね。てかつとむさんが怪しいっていうことにして、ちょっと警察にも張り込みさせようぜ。全部そいつのせいになるだろう。一応クリアできそうじゃない。それでちょっと後味は悪いけど、私は12時まで金田一と2人で、あ、はい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 、あ、最高のキャスティング、ナイスディレクション。千春の部屋の前を見張ることになった。金田一ともつとむと同じぐらい、いやそれ以上に注意しなくてはならない相手だ。私はボロを出さないようにこの1時間を過ごさなくてはならない。圭一さんは復讐の歌姫の正体は誰だと思います？あ、いや、つとむさんかな。わかりませんかな。いや、わかんないですね。そんな自己紹介するわけないしね、葛城直だとしてもね。やっぱり葛城直なのかな。いや、まあそっちよりつとむ、じゃあ千春ちゃんがシャワーブースで見た女も、まあそれはあれですね、コルセットを巻いてどうにか細く胴体だけ見せたつとギュンギュンに締めたつとうーん、さあどうでしょう。うーん、ということはこの島に葛城直が来ていることになるんだが、なんでそんなに私に葛城直のこと聞くの。ちょっと私の前で葛城直の話しないで。どこにいるんだろう。やめて、ヒヤヒヤするから。さあ、めっちゃしらじらしいな。いや、もうとぼけよ。さあ、もう下手なこと言わないのが一番いい。めちゃくちゃ掘るじゃん、私に。実は俺はナオは誰かに変装していると思うんだが、彼女はこの狭い島から逃げられるつもりなんだろうか。言っちゃえば、じゃあもうここで言っちゃえばいいんじゃない。多分そうですよ。いや、そこまでは、いや、そこまではって何？え、もう言っちゃえば？私なんですって。これを見たらわかるでしょ？つってシャツ破こう。パーンって。たらもう、それに免じて見逃してくれるでしょう。高校生男子ですから。大人の色気にはかなわないでしょう。いや、そこまでは。いや、そこまでは。直樹さんは完璧なアリバイのある人間と、アリバイのない人間のどっちが怪しいと思います？特に、いや、そこまでは何もなかったね。まあ、同世代か。アイドルだもんな。何歳なんだろう。アリバイのない人間とある人間？俺は完璧なアリバイがある人間の方が怪しいと思うんだ。へえ、そうなんすか。へえ、意外っすね。いい、あ、へえ。どうしてこんなことばかり聞いてくるんだろう。絶対怪しんでるよ、絶対怪しんでる。もう行っちゃおうぜ。その時。何？金田一、大変だ。また人が殺された。お、やったか。なんだって？うまくやったんだな、つとむくん。とりあえず来てくれ。見に行こうぜ。千春ちゃんを見張っていてください。え？ああ、え？うん。
すぐに戻ってきますから。え、一人にしないで、え、中で待とうぜ、せめて。え、なんか、え、悪いことないこれ。どうやらツトムは約束通りこの時間に仕事をしてくれたようだ。もしツトムが捕まっても私がナオだということがバレない限り安全だった。私はアリバイ作りのために疑われるはずのない千春を見張り続けた。ふんふん。しばらくして金田一たちが戻ってきた。さあどうなる？何か変わったことは？いや、なかったっすよ。それより大山、言わない方がいいって。よくあるやつだって誰だとは言ってなかったもん。バカ。いや別に、それより大山さんは大丈夫だったんですか？いえ、残念ながら。そっかそっか。閉めた。いや、バカ。閉めたじゃない。閉まってんのは自分の首よ。いや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 。もう終わりよ。もう終わりよ。ツトムは大山隆の殺害に成功したようだ。その代わり、復讐の歌姫の正体が分かったんだ。そう。ツトムさん、また希望を持っていこう。聞き逃してたかもしれないから。はじめちゃん痛恨のミス、聞き逃していた。あるかもしれないから。それでその正体は？ここでは言えません。フロントのスタッフルームに集まってもらえませんか？すぐみんなの前でやろうとする。あなたですよねって言わないんだね、こういうとこでね。やっぱ目立ちたいんだね。私たちは金田一に従いスタッフルームに集められた。ご存知のようにこういった施設では各部屋の電話は直接つながるのではなく、ほう、あ、電話しちゃったわ。あー、そっか、そもそもそうか、内線で電話してるわ。あうかつ。そっか、今まで選択肢あったから。一旦この部屋のようなスタッフルームを通さなくては連絡を取ることができません。へえ、そう。そこで復讐の歌姫の動きを知るためにある部屋の回線をここに引き込んだんです。ほー、なんか前もって怪しい人いたんですね。へえ。これを聞いてください。歌を、もう歌うしかないわ。見せかけだけの用意さんは私が人殺しをしたの知ってるわね。なんでそんなこと言っちゃったんだ。大声でごまかそうよ。もちろんさ、っていうかナオちゃんのことなら何でも知ってるよ。いや、大山隆を殺してくれないかな。今夜11時から12時の間に。バカ。っていうかこれあるんだったらもう最初に止めとけ。なんで殺されてから言ったんだ。え、一芝居打ったん？実は殺してないやつ？これは？俺はあの声明文を見たときに、あれを書いたのは八尾さんに違いないと思ったんだ。なんで？そして俺はおっさんと二人で八尾さんを問い詰めた。次行くじゃん。なんで？八尾のやつちょっと脅してやったらすぐにいたずら半分で書いたことを白状しやがった。いたずら半分？え？
な、え？は？かばってくれたとかでもないの？俺は真犯人もそのことに気づいて、ヤオイさんと連絡を取ろうとするに違いないと思い、ヤオイさんの部屋の回線をここに引き込み、そして真犯人から電話があった場合、うまく対応してくれとヤオイさんにお願いしたんだ。はあ、なるほど。ということは、大山さんって言うな。ああ、まあでももうバレたからいっか。バレたな。うん、大山さんは死んだと思ってたのに。ああ、もちろん生きてるよ。確かにこの電話で犯人の正体は分かったけど、肝心のナオの居場所が。五木さんはバカなのか。それなら大丈夫。あ、そうか、まだナオの居場所はもう分かったから。はじめちゃんしか知らないのね。本当か金田一、ね、着信履歴とかあんでしょどうせ。ああ、本当さ。ナオはここのスタッフに変装しているだけさ。回りくどいな。早くもとどめさせよ。まさかそのスタッフって煽りだぞ。屈伸と同じ感じだぞ今。イカでバチャ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 ってやってるやつだからな今。そう、直樹さん、あんたのことさ。はい。そうよ、さっきの電話でナオは11時からの1時間を犯行時間に指定した。そうですね。つまりこの時間にアリバイのある人間が。もうやめてよ、もう全部やらなくていいよ、もう認めるから。もうそしてあんたは11時からの1時間に千春ちゃんの警備に着くことになっていた。あ、そうね、うん、そうだから、もういいよいいよ、もういいいい、はい、私です私です。もうそれだけで僕を疑うんですか。私も無理あるよそれは。もう無理じゃないかな。それだけじゃない。まあでもそうか、押し付けられたんだって言えるかもね、その犯行のあれをね。でもどうせちょっと脱いでみてくれませんか、あのアイドルの人たちの前でって言われるんじゃない。あんたはもっと決定的なミスを犯してるんだ。どうせ大山さんって言ったからじゃないの。さっき五木さんが俺を呼びに来た時、誰が殺されたかは言わなかっただよね。しかしあんたは大山さんのことを心配したんだ。おお。いやー、うかつだったな。なぜならあんたが八尾さんに大山さんを殺すように頼んだからだ。うん、なっかこのダーン。わけを説明してもらおうか、桂木直。観念して両腕を差し出そうな。放課後の魔術師よく出てくるな。ギャハハハハ、ずいぶん無邪気な笑い方するんですね校長。自分だけではなく他人の手も怪我そうとするとは。お前は相当の悪だな。いや、魔術師さんほどじゃないっすよ。しかしそのことは金田一を余計に怒らせることになる。あ、怒っちゃったのがダメなのか。金田一を怒らせては勝つことはできないだろう。怪人ランキング Z、 最低じゃない。やっぱ自分の支柱で全てを行わないと、やっぱりこの殺人鬼怪人たちのレベルの中でも最下位になってしまうのか。単純に失敗した時よりも低くない。いやー、いやでも
放課後の魔術師さんも結構ひどいけどね。死体学校の壁に埋めてんだから埋めてんの隠してんだから。詳しくはね、ネットフリックスか何かで金田一少年の1から3話目ぐらいまでを見てください、もう一回か。これもうリセマラ始まったなこれ何選択したらいいかじっくり考えないとね。多分だけど、だからツトムはもう向こう側の 人だと思った方がいいんだ。利用はできない。そう、そこ。はい、もう一回部屋に戻ってきました。見当はついてます。ツトムを利用しないです。どうして彼は辞めさせなければって何する気なんだろう。でももう警察側についてることをなぜか知ってるから、この世界線では辞めさせることも別にしなくていいだろう。辞めるだろう。 A だ。どうして彼はあんな声明文を書いたのだろう。B だと思ったけど、別にかばおうとはしなかったな。悪ノリだったな。彼は私の犯行現場を見て奈緒が犯人だと気づいたのでは。それがもしシャワーだった場合は訴えます。まずい。シャワーでの犯行だった場合はもう完全に民事で勝ちます。つとも、なんでそうなった、なんでそうなった。やめた方がいいって。え、私は八尾勉の殺害、いやいや絶対ダメだって、絶対ダメだって。勉を油断させるには奈緒の姿の方が、いやそれは危険だ。なんで、なんでそうなった。いやもう絶対絶対ゲームオーバーだぞこれ。いやそれは危険だ。とりあえずどんなルートになるのか見てみましょう今回はどんな愚かな行動を取るんでしょうか。レッツゴー愚行。もしその姿を誰かに見られたら言い逃れることができない。勉を部屋から誘い出すには奈緒の声だけで十分だ。私はこの姿のまま勉を殺害しに行くことにした。はじめちゃんスタンバってんじゃないの。クラウチングスタートしてるよ今クラウチングのあのポーズを取ってるよ。よし来るぞ来るぞ来るぞ、ゴーってなるよいやーこれ愚行しちゃうと思うよこれ。もうすでに愚行よ。急にいた何なんすか。廊下に出た私はいきなり樹に出くわした。何ですか。ちょうどよかった、今から君のところへ行こうとしてたんだ。なんでですか。いや、千春ちゃんの警備なんだけどね。はい。君の担当は11時からに決まったんだが。ああ、はい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 。今回電話じゃないんだ。はい、わかりました。危ないところだった。これがもし奈緒の姿のところで出会っていたら、私はその場で捕まってしまっていただろう。あぶねえ、解かなくてよかったね。私は誰にも会わないように慎重に勉の部屋に行くことにした。1月6日 !106 だと僕の誕生日じゃないか。問題は勉をどうやって部屋から誘い出すかだ。それさえクリアできれば殺してしまうのは簡単なことだった。よし、ナオの声で呼びかけてみよう。それならば安心して部屋から出てくるに違いない。コンコン。誰。あたいよ。ヨイナホよ。私、その声はナオちゃん。さっきの電話と全く同じボイスだね。待ってて、すぐ
違う結果だね、うん、口元緩みまくりだ。なんでえ、私のこと全然好きじゃないじゃん。え、あたいを乱暴しようっていうの。私は激しい風の音で意識を取り戻した。なんで？ビュルル？何の音？体の自由が効かない。一体どうなっているんだ？センシティブなの。え、ガタロー用意しとく？ちょっと待ってね。え、何？ナオちゃん。え、何？気がついたんだね。ごめん、すげえ鳥肌だった。何何何何何何何？うわ、何何何何？え？え、何？なんで？ちょっと一回胸触ったりしたよね、絶対。そうだ、私はツトムに殴られて気を失ったんだ。え、どういうこと？警察側じゃないの？今夜、夏の恋三部作が完結するんだよ。ナオ自身が死ぬことによってってこと？何その怪人的な発想。才能あんじゃない？ちょうど波が高いから、きっと素敵な渚に流れ着くんだよ、僕たち。二人で行くんだ。まさか。そうさ、僕たち心中するんだよ、まるで恋人たちのように。勘弁願いたい。もういい、もういい、私の体は一瞬好きにしていいから君だけ言ったら。ええ、僕たち二人が渚の恋人たち。なんでいい音楽を流すの。さあ、行かない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 、やめて。うわあ。殺人計画意味わかんなくなっちゃったよ。フィン。え、ゲームオーバーじゃないの。え、クリア。ゲームオーバーじゃない。けど怒られる。首切り武者。どんな理由があろうと。無関係な人間を巻き込むことはするべきでない。巻き込もうとなんてしてなかったんだよ。怪人ランキング D か。結構上の方まで行ったね。え、じゃあこれはこれでトゥルーってこと。え、ちょっと待って、え、はあ、まあ、特に書いてはないけど、攻略本には書いてないけど、とりあえず多分そこそこいい方なんだろう。あ、ゲームオーバーだわ。あ、こ、なるほどね。はいはいはい。ゲームオーバーだったわ。でもフィンって書いてなかったよね、今までね。いや、怪人たちはね、あのブーメランというか、あの反省を述べてるから。僕もそういう時あったよ。でもね、痛い目見るからやめなって言ってくれてるから。近代そういうの分かっからやめなって言ってくれてるから。はい、リセマラもう一回行きます。むっついな、ここ単純に展開が読めない。てか、あの選択肢覚えてられっかな。これ3回目4回目だけど。よし、
さあちょっと飛ばしながら、見当はついてた。勝手なことされては困る。どうしてじゃなくて行動をやめさせよう。やめてって言いに行こう。もうそんだけで収めよう。彼には関係ないことなんだから。お、このままでは彼が危ない目に遭ってしまう。彼がどこまで知っているというんだ。下は絶対また勤むルートだろう。A かな。このままでは彼が危ない目に遭ってしまう。もうすでに危ない思想は持ってるけどね。このままでは彼が危ない目に遭ってしまう。彼のことは昔から知っているが、彼なら今回のスキャンダルを仕組んだのが例の3人だということは知っているかもしれない。そんなことまでわかるかな。彼の性格からすると私に代わってタカシを殺そうとしているのかも。いや、そんなことなさそうだよ。こっちにぶん殴ってくるからね。好きな人を殴れる人はやっぱダメだよ、自分のその都合で。バカみたいなのもあり。バカみたいなのもありだけど、うるせえとか言ったりとか、こうするしかないんだっつって殴ってくるのはダメ。あんな誰が書いたかすぐにバレるような声明文を書いてしまう彼にタカシを殺せるとは思えない。下手をすれば返り討ちにあってしまうだろう。まあまあそう思う、そう思って先んじて殺しに行くか。どうにかしてツトムを止めなくては。いやでもツトムにわざわざ言うのもさっきみたいに電話するとか愚行を始めちゃうから。とりあえずこれであれかな、時間が言われる形かな。今回はちゃんと電話で。今回も11時から12時までね。勤務の件は後回しに11時になるのを待って千春の警備に出かけた。うん、そうね、うん、ここまでは予定通りの上で。でも自分自身があれだからね、勤務なんでいるんだ勤務。急に存在感が強くなってきたな、つとむ。廊下に出た私はいきなり怪しい動きをするつとむに、つとむを発見した。何してんの？もしかして本当に千春を殺そうとしているんじゃ。あ、じゃあ、ちょっとそこの現場押さえたらさ、押し付けられるけど。しかし女の私の足では勤めに追いつくことはできず。動けるふくよかな方でしたね。動けるデブでしたね。すごいね。彼を見失ってしまった。一体勤めはどこへ行ってしまったのだろう。その時、私は声の聞こえた方へと向かった。もう組み合わせが意味がわからなすぎる。何が起きてるんだ。雪を、お願い助けて。何してんの。そこではツトムが雪男に襲いかかっていた。私はとりあえずツトムを止めることにした。はじめちゃ呼んでこよう。もちろん女の私一人では止めることは難しかったが、しばらくして駆けつけてきた刑事たちによってツトムは取り押さえられた。何してんのツトムくん。なんでこんなことをしたんだ。聞こう。
僕はただこいつが声明文を書いたことを問い詰めてただけで。え？あれ？こいつが声明文を書いたって？あ、全然違うんだ。もうバックグラウンドが。っていうか、こいつがフロントに声明文を置くところを見たんだ。あ、そうなんだ。へえ、そう。おい、本当なのか？え、むしろこの、すみません。包帯男は正体とりあえず見たら？僕はただ、みんなに守ってほしかったので。何を？守ってほしかった。一体どうして？実は、殺された二人は、あの葛城直のスキャンダルをでっち上げた犯人なんです。あー、いやでもあなたがいることは最初の船の一件ぐらいしか知らなかったよ。そして僕も無理やりそれを手伝わされたんです。え、あ、じゃあ社長の息子は本当に社長の息子だったの？やっぱり直ちゃんのスキャンダルはデタラメだったんだ。ファン歓喜。次に殺されるのは僕の番だと思ったんで。いや、まああなたがそもそも協力してるとは思ってませんでしたよ。あの偽の声明文が見つかればみんなが僕を守ってくれると思って。なんで？君と渚の恋人たちってなんか関係あんの？はじめちゃんが気づいてないってことは無理だよ。僕伝わってないよ。渚千春の大ファンなんです。ん？あのね、ファンと恋人じゃ大違いだよ。そうだよ、さっきのどっかの心中デブと一緒だよ。金田一さんなら分かってくれると思って。金田一さんがアイドル好きだから、アイドルに向こうから言い寄られるから。どういうこと？分かんないよ。おお、言ったれ。幸男と勉が刑事に叱られたことで声明文騒ぎは一件落着となり、これによって千春の警備も解かれ、私は部屋へ戻って休むことを許された。あ、そう。え、セーブ？え、ちょっと待ってね。これは、いいセーブかな？普通に、別に書いとくか。3に書いとこう。保存して。はい。さあ、え、セーブが来たってことは正解ルートだったってことか。まあやり直せるからね、いつでも。え、帰んの？3日目の朝が来た。台風は過ぎ去り、久しぶりにこの島の暖かな日差しが照らされた。私たちはロビーに集められ、声明文騒ぎの全容を刑事から説明された。しかし、本当に人騒がせな奴らだぜ。本当だよね。誰だよね。ということは、復讐の歌姫って、ナオちゃんじゃなかったのね。あ、そうなるのか。あ、じゃあ私なおです、じゃあ私なおですって言おう。そうなりますね。いや、まだわかりませんよ。どうしとこう、どうしとこう。そうなりますよね。私はこれ以上自分がなおであることを隠し通すのが難しいのではと思い始めていた。お、言う？きたー。これめっちゃ重要じゃない？
全エンド回収すればワードがつながるのはなんとなく察しているんですが、50個全部いくな配信だとしんどいね。ど、行っちゃうか、行っちゃおう。もうなお目線はなくなったから。で、あの、守ってもらおう。よし、自分がなおであることをバラしてしまおう。行っちゃえ。私がなおだということがバレても犯人だと決めつける証拠はどこにもない。逆に隠していることがバレると信用を失ってしまうだろう。そうよそうよ、セーブしたばっかだしね。うん、いけるいける。私は思い切って自分の正体が桂木直であることをここにいるみんなに打ち明けることにした。ナイス。さあ、これが愚行になるかどうか。皆さん聞いてください。シェリンバーガンディでコナンのテーマ、テレレレテレレレレレ。皆さんにお詫びしなければならないことがあります。皆さんが犯人だと思い探し回っている桂木直のことなんですが、実は僕、いいえ、私がその桂木直なんです。なんだって？おい、冗談じゃないだろうな。証拠ってあんのかな。そういえばそっくりだけど性別が。そっくりだとは思われてたんだねそれ変装合ってんのかな。実は私も自分自身のスキャンダルの真相を調べるためにこのツアーに参加したんです。でも下手な変装じゃ見破られると思って性別を偽ることにしたわけです。めっちゃナオさんに似てるなと周りには思われてたんだ我々はまんまとそれに騙されたというわけだな。それで本当に君があの二人を殺したんじゃないんだな。はい、もちろんです。ただスキャンダルの真相を知りたかっただけで、もし私が殺したんなら自分がナオだって明かしたりしません。私もナオキさん、いえ、ナオちゃんを信じるわ。いや、日頃の行いよな。ナオちゃんはワケやって正体を隠していたのに、こうして名乗り出てくれたんだもの。いや、日焼け止めとか塗り合った仲だもんな。多分私の思った通り、名乗り出たおかげで信用を得ることになった。じゃあ千春ちゃんがシャワールームで見た謎の女もあんたなのか。あ、これは重要な選択肢出るよね。あれはあれはあれは、でもハイにして、でもお下げだったんだよね。お下げだったんだよね。お下げだった理由がちょっとなんで、それは違います。いいえ、殺したのは私じゃありません。確かに部屋のシャワーの調子がおかしかったのでクアゾーンには行きましたが、私がシャワーを浴びようとブースに入った時にはすでに工藤さんは、あ、そっか、で自分だとバレると危ういのでまた戻ったっていう風にするのね。死んでいたというんだね。はい。そういえば千春ちゃんの見た謎の女は狂気らしいものを持っていなかったって言ってたな。はい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 。ということはやっぱり犯人は別にいるのか。よし、ポンコツイエーイ。声明文騒ぎが解決したことと、私がナオであることを白状したことで、なお犯人説は白紙に戻されることになった。ナイス。これによって
捜査は振り出しに戻ることになり、私たちは各自の部屋で待機するように伝えられた。よかった。まさか君がナオちゃんだとは知らなかったんで、つまらない仕事を押し付けてしまって。本当だよ、重かったぞあの機材よ。謝らないでください。よし、こうやって善行を積んでな、今のうちに信用稼いでおかねえと。私が隠していたんですから、しょうがないですよ。クソ重かったな。それにこの島にいる間はこれからも圭一で通すつもりですし、ただ重いものは勘弁してください。そうだな、下手に他の人物に知られると余計な疑いがかかってしまうしな。ええ、頼みます。よし、それじゃあ僕も当分は君のことを圭一君として接することにしよう。お願いします。なおちゃん、もしよかったら私の部屋に来ない？なんだろう。え、いや、どっちだ。あ、 A か、いや、イエスかノーかね。なんだその笑顔、怖いやつじゃないか。大丈夫か。ちょっと鼻かまわせてください。なんだろうな、本当はあなたがやったのよねとか言ってきたら殺しちゃうよ。それは殺しちゃう。はい。でも行く。いいんですか？そんなに緊張しないでよ。同じ仕事仲間なんだから。優しいわ。この人は大事にしていきたいね。ナオだということを明かしたことで、私はかなりの信用を得ることになってしまったようだ。私はレイカの部屋に招かれることになった。適当にくつろいでね。なあ、仕事しなくていいのかな。今さら的なことだけど。あ、ありがとう。あのね、私どうしてもナオちゃんに聞いてほしいことがあったんだ。何ですか？実は私も芸能界を辞めようと思ったことがあるの。あ、そういう切実なやつね。私も殺してほしい人がいるんだけど、あなたが犯人よねとかじゃなくてよかった。はあ。その時、私こう思ったの。私は自分のために歌うんじゃなく、私の歌を必要としてくれる人、みんなのために歌うんだって。なるほどね。決してね、殺人の道具として扱ったりなんかしちゃダメだよね。わかるわかる。なおちゃんにもそういう人たちのために戻ってきてもらいたいの。まあ、でっち上げだってあのゆきおが言ってくれたらね、いいかもね。帰れなくなったからもう休みになったのか。一日でも昨日までの台風でスタッフが来れなくなったから、おかげでのんびりできるわ。よかったね。ここでそのなんかロケがある予定だったのか。そういえばなおちゃんも
連だったわね。スーパーヒットチャート10はリクエストによるランキング番組で、10位から1位までの曲を生放送で紹介する番組だ。私がアイドルだった頃、この番組に毎週のようにランキングされていた思い出の番組でもあった。ふん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 。私は懐かしさのあまり少し涙ぐんでしまい、それを麗華に悟られないように麗華から視線をそらした。いや、泣いていいんじゃない、もう逆にいいように見られるって。私はテーブルの上にランキング表が置かれているのを発見した。1、あれ1位葛城直って書いてない？スーパーヒットチャート10は出演依頼のためにあらかじめタレントにランキング表を渡しているのだ。つまりこのランキング表を見れば、生放送の始まる8時にならなくても今週のランキングを知ることができるのだ。ははーん、アリバイに使えるな。こんないい場面で思いつくのもなんだけど、これアリバイに使えるぞ。そうだ、このランキングを知ることができれば8時からの1時間のアリバイが成立する。私はアリバイを作るためにランキング表を盗み見ることにした。10位チャランポランキュー、シャランキューのことかな。9位バッテンジャパン、8位どんぐりガム、なんかどれもすごい名前だな。これ覚えろってことかな。後で見られるだろうな。チャランポランキュー、バッテンジャパン、どんぐりガム、ね、X ジャパンとかドリカムのことだよね。シャランキュー、 X ジャパン、ドリカム、エース、 Y6、 スコップ、スピッツかな。エースはなんだろうな。ビーズかな。ビーズ、 V6、 スピッツ。時代を感じさせますね。渚千春、なにわキッズ、キンキキッズだろうな。早見麗華、千春、キンキキッズ、麗華。でもさ、この前後関係まで覚えることないだろうな。この中でランキングに入っていたのはぐらいのことだろうな。1位の部分は隠れていて見ることができない。でもあれ、桂木直って書いてない？あれちょっと見づらいけど、直って見えるもん。ええ、よし、暗記しなきゃいけないのか。ちょっとこれはちょっとスマホとかのね、この頼らずにちょっと僕の能力でいきましょうか、一旦ね。まだ不安だ。ちょ、もう一回行こう。もう一回見る。こんな凝視してたら気になるの見るって言われると思うけどね。シャランキュー、 X ジャパン、ドリカム、ビーズ、 V6、 スピッツ、チハル、キンキキッズ、早見麗華ね。はいはい、シャランキュー、 X ジャパン、ドリカム、ビーズ、 V6、 スピッツ、チハル、キンキキッズ、レイカ、シャランキュー、 X ジャパン、ドリカム、ビーズ、V6、 スピッツ、チハル、キンキキッズ、レイカね。キンキキッズが上の方なのは実写版がキンキキッズだからだろう。よし、大丈夫かな、多分。よし、全部暗記した。あんま自信ないけど、まあいけるっしょ。多分だけど、そんな難しい問題出してこないでしょ。これで8時からの1時間のアリバイができたことになる。何聞かれるんだろうな。あの頃はライバル扱いされてたから
あんまり話をしたこともなかったわね。まあ、競わせた方がみたいなあるよね。これからは仲良くできそう。うん。なおちゃんも早く戻ってきて、一緒にスーパーヒットに出ましょう。このあたりって冒頭のなんかどう思うかってところとリンクしてたりするのかもしれませんね。妬ましく思ったみたいなありましたよね。でも本当に恋の悩みとかまで相談できるようになったらいいな。アイドルの恋の悩みはちょっと特殊だろうな。大変だろうな。ん？誰かしら。レイカちゃん、食事に行きましょう。みゆきがレイカのことを誘いに来たようだ。恋のライバル登場よ。あ、もう言っちゃうんだ。はじめちゃんが好きだって言っちゃうんだ。レイカはそう小声で言うと小さく舌を出した。本当に美しくないとできないポージングですね。私はレイカと一緒に食事に行くことにした。さ、人殺しに行っか。1時28分。まだまだあるね。あと6時間弱あります。食事を終えて部屋に戻ってきた私は、残る高志の殺害方法について考えた。ここも大事だね。もう正体がバレてしまっている以上、今までのようなトリックでごまかすことは難しいだろう。うんうん。それに台風も過ぎ去ってしまった。それにツアーも明日で終わってしまう。そうね、まあ物音とかね、もう立てたらアウトだよね。明日で終わってしまうのは分かってるからな。 A かな。それに台風も過ぎ去ってしまった。明日になれば警察が大勢この島に乗り込んでくるだろう。もしこの島でもスーパーヒットチャート10が生放送されているのなら、8時からの1時間のアリバイは作ることができる。私は新聞のテレビ欄を調べることにした。そしてその中にスーパーヒットチャート10の文字を見つけた。ここに新聞届けてんのは誰なのか。ザ・テレビジョーン的な感じじゃないんだね。新聞なんだね。不思議。よし、これでアリバイを作ることができる。8時から9時までの間にタカシを殺害し、後でアリバイを聞かれれば、テレビを見ていたと答えればアリバイが成立する。なんたって生放送の番組の内容を知っているんだ。警察も疑いようがないだろう。私はとりあえず8時になるのを待つことにした。うまくいくかな。どうやって殺すんだろう。あ、もう8時か。7時48分。あと12分よ。まあ、死亡推定時刻って若干前後するから、もう行っていい気もするけどね。もうすぐ8時になろうとしていた。私はアリバイを完璧にするために、さっきはじめちゃんに匂わせられたけどね、完璧にアリバイのある人の方が怪しいと思うんだよなーって。クラブハウスから離れた場所にタカシを呼び出すことにした。私は部屋の電話から内線でタカシを呼び込む。内線は一回痛い目見てっから。携帯電話使おう。携帯電話も多分島から出た時危ないけどね。直接の方がまだいいけど。私は携帯電話でタカシを呼び出すことにした。プルルルルルルプルルルルルル。はい。もしもし。
アキコとマサヒコについて話したいことがある。誰だお前は。犯人だ。誰でもいい。詳しいことは後で話してやる。ただし8時10分に港に一人で来ればな。何のためにそんなとこへ。マサヒコたちの仇を取りたくないのか。仇って言うとあれだけど。ということはお前は。そうさ、復讐の歌姫さ。勝手に名付けられたこの名前ちょっと中二感があるが、私が復讐の歌姫だ。分かったな。よし、あとはアリバイだけだ。気の強いタカシのことだ。きっとマサヒコたちの仇を取ろうと一人で現れるに違いない。本当に頭良かったらそんなことしないけどね。でも来んのかな。さあどうなる。8時1分。ちょっと見張っといてくれないかって言われたらおしまいだぞ。犯人から連絡が来て呼び出されたんだ。隙を見て捕まえようってならないかな普通。仇がどうのっていうか、何を勘違いしたのか俺のところに電話かけてきたんだって。私は乱暴なたかしを殺害するためにとっておきの凶器を取り出した。すげえ強調するね。持ってるんかーい拳銃後出しがすごい。後出しばっかり。最初に教えろ。じゃあもう部屋探された時点でだいぶ怪しかったんだね。そんなあるんだ。めっちゃ取っておきだね。取っておいたねすげえな。これさえあればあの乱暴なたかしを女の私でも殺すことができるだろう、はあ、またポケットに入れないでよ。そのポケットに入れてある拳銃は何ですか、はあ、なるから。8時2分。もう8時を回っている。勝ち。やってっかな。スーパーヒットチャート10。あ、えらいね。ちゃんとやってるかどうか確かめんだね。こんばんは、スーパーヒットチャート10の時間です。まあ、緊急番組とかない限りはちゃんと放送されるでしょう。緊急番組があったパターンはどうなるんでしょうね。すでに番組は始まっていた。急がなくては10分以内に港に行かなくてはならない。あとさっき素手で拳銃触ってたけどやめてね。私は拳銃を持って港へと急いだ。ちゃんと吹いたかな指紋。もちろん私が外にいるところを誰かに見られてしまっては全てが水の泡になってしまう。私は人の気配を気にしつつ港を行かなければならなかった。あと硝煙反応とかもあるから結構気をつけてね。の割に結構足音立てんね。どうなってんだあれ。あ、あれスロープか。来てない。なんですっぽかされた。どういうことだ。まさか気づかれてしまったんじゃ。それともまだ来ていないのか。待ち伏せされている説も全然あるけどね。アリバイは9時までだ。もう時間にルーズなのやめてそれまでにクラブハウスに戻れなかった場合計画は台無しになってしまう。いや、まあ1時間前後ぐらい大丈夫だけどね。多分ちょっと死体の発見を遅らせれば。
死んだばかりだとなったらそれは話違ってくるけど、明日の朝ぐらいまでどうにかなれば。来ねえ。14分も遅れてますけど、校長だったら大激怒してるから、皆さんが校庭に集まるまでに4分かかりました、あなたたちは今頃死んでいますよみたいな話されるからね、避難訓練の時だったら。このチャンスを逃すともはや復讐を遂げるのは難しくなるだろう。全然来ないじゃん。まあ、殺されるかもしんないのにのこのこ来ないか。え、待って、8分、それとも来ないのか。もし来ないのならこんなところで時間を潰している場合じゃない。次の計画を立て直さなくては、明日でツアーは終わってしまう。なんで4分刻みなんだろう。普通5の倍数とかじゃない。どうする、仕方ない、戻ろう。でも戻ってホテル内でやったって、まあ番組ぐらい見れるよねって話になっちゃうし、他毒は使いたくないし、なんかあるか。もうあと殴り殺しに行くぐらいしかないぞ。もう少し待ってみよう、もう少し待ってみよう。26分。それにしても何時まで待たせる気だ、いつまでか。ここからクラブハウスまでどんなに急いでも10分かかってしまう。もうタカシを見といた方が良かったのかもね。全然来ないぞ。あれ、もっと刻んできたね。なんだ、それに私は2位までの順位しか見ていない。つまり1位の発表までにクラブハウスに戻らなければ。あ、そっか、そうだ、なるほどね。1位だけちょっとおトイレ行っちゃったんですよねってならないかな。でも他は全部言えたらね、シャランキュー X ジャパンって言っていけばいいからね。ダメだ、もうこれ以上待てない。でも来なかったら来なかったじゃない。正直さ、だって戻ることに意味はなくない。そのアリバイが使えなくなるぞってだけで他考えたらいいんだから。もう少し待ってみよう、もう少しだけ待ってみよう。29分、もうそろそろで帰らないといけないね。来た来た、よし、おめえよー私に与えられた時間はもうほとんど残っていないはずだ。一発で頭を仕留められるかな、素人が。私は拳銃を取り出し、タカシに狙いを定めた。難しいらしいよ、拳銃で一発で仕留めんの。一発だ、一発で仕留めなければ。アクションか。え、セーブポイント遠いな。またチャンスは一回だけだ。また若干ラグがある感じでやってみましょうね。今だ、よし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 、はい、ナイスショー、ナイスショー、イエーイ、ナイスキル、キルリーダーが誕生しました。え、いやー、エーペックスやっててよかったブロンズだけど銃弾は見事にタカシの頭を貫いた。
幸いここからなら銃声やホテルまで聞こえなかっただろう。で、この拳銃を見つからないようにしないとね。あと、硝煙反応とか消してね、ちゃんと。私は心臓が止まるのではと思うほど必死でホテルへと急いだ。まだまだ若いから大丈夫よ。45分。よかった、これで1位は見られるね。ということで、2位の早見玲香ちゃんもお仕事の都合でお休みです。あ、早まってたんだ多分。無事1位の発表までに戻ってくることができたようだ。でも番組の尺は一緒だから巻いてはないのかな。なんかいろいろやってくれたんでしょう。私はアリバイを完成させるために、ね、ポケットに入れんのもね、スーパーヒットチャート10を見ることにした。さあ、いよいよ1位の発表を残すのみとなりました。では発表します。今週の第1位はさあ誰ですか。桂木直央、ラバーズオンザビーチ。あ、やっぱり直央さんなんだ。いろいろ思うよね。あ、私のことまだみんな応援してくれてるんだってなるよね。普通そうならないからね、多分。どうして私が。皆さんもご存知の通り、現在なおちゃんは失踪中なんですけど。でもそうなっちゃうとさ、殺す意味とはってならない。先日この未発表曲のラバーズオンザビーチのデモテープが発見され、勝手に公開してる感じか。FM で紹介されたところ大人気になり、今回の初登場第1位になったわけです。へえ。そういうわけで今回なおちゃんにスタジオに来てもらうことができません。うん。なおちゃん、辛いこともたくさんあるでしょう。もしどこかでこの番組を見てくれているのなら。見てますね。一日も早く芸能界に戻ってきてくれるようお願いします。ありがとうございます。見てください、このリクエストハガキの山。ハガキなんだ。ファンのみんなはなおちゃんが帰ってくることを待ち続けています。すげえ切なくなんじゃん。ふけおいかけるさん、吹けましたね、随分。いろいろあったもんね。頑張ってくださいね。ぶっちん。そりゃ切るよね。私は思わずテレビのスイッチを切ってしまった。ファンを裏切ってしまった罪悪感が私の胸を締め付け、耐えられなくなってしまったからだ。一人で部屋にこもっていることが辛くなった私はロビーに出てみることにした。あ、なお、いや、ケイチ君、ちょうどよかった。なんかむしろさ、いちいち本名の方で呼ぼうって思うかな。もう慣れてるからケイチ君っていうあだ名みたいになんないかな。今君を呼びに行こうとしてたところなんだ。見つかったんかな。ポケットに拳銃がないことを確認してから行こうね。大丈夫かな。今んとこ何の話も出てないからヒヤヒヤするんだけど。何かあったんですか。あ、また人が殺されたんだ。何ですって。とりあえずロビーに来てくれないか。はい、わかりました。ポケットを上からちゃんと何か確認してね。こんなに早くたかしの死体が見つかるとは。これだと死亡推定時刻とかおかしなことになんないかな。大丈夫かな。もう正確に割と医者とか言ったら分かりそうなもんだけど、これすぐですね。血も乾いてないし、死後20分以内ぐらいですねってならないかな。まあこんな時は早い方がアリバイの証明がしやすくなるはずだかな。私は拓也についてロビーへと向かった。
さあどうなるか、ラストかな。これここではじめちゃんを黙らせることができたら勝ち確かもしれない。一応ここにいる人間以外の全員のアリバイを調べたんだが、うん、全員にきちんとしたアリバイがあることが証明された。え、あ、私のもよかったわ。ということはこの中に犯人がいると。アリバイの証明ってもしかしてアリバイありますっていうだけで終わってない？剣持さん本当にあの裏取ってる？みんな部屋にいたんじゃないの？犯行時間の方を間違って断定しているかもしれんしな。まあでも血が乾いてなかったでしょ。それはありえませんもう丸出しなんだね。僕は高橋さんが8時にここを出ていくところを間違いなく見ました。ああ、はい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 。ああ、目撃者もいたのか。じゃあ見守ってなくてよかったね。高橋さんいつ来るかなって見守ってたらこの人に目撃されてました。で、伊吹が高橋の死体を見つけたのが8時30分。はあ。伊吹が見つけたのが8時半。はいはい。この証言が本当だとすると、高橋が殺されたのは8時から8時30分の間になるんだ。短っ、その間のアリバイね。じゃあランキングチャート上位の方を覚えてれば大丈夫なはずかな。よし、念のためここにいるみんなのアリバイも聞いておこうか。あ、私たちは含まれてなかったんだ。ここにいるみんなって、そういうこと？なんかくくりが違うんだ。高橋さんの様子がおかしかったので、伊吹さんと二人で高橋さんを探していました。はあ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 。ということだ、俺とユキオは完全な白だぜ。俺はマイちゃんの部屋でミユキと3人でテレビを見ていた。確認か、3人ね。あ、じゃあみんなそれぞれ誰かといたのか。そう、なんならじゃあ私だけか。テレビの内容言ってやってもいいぜ。同じの見てたんかな。見てたのは生放送のスーパーヒットチャート10だから。ああ、同じだ。倍になるだろ。はい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 。僕は一人で部屋にいましたが、スーパーヒットチャート10を見ていました。金田一君の証言と照らし合わせてくれればアリバイになると思います。金田一、念のため簡単なテストをしてみてくれないか。来た来た。ああ、やっぱ来んのね。やっぱ来んだ。今週の9位は一体誰だった？ XJAPAN。 チャランポラン Q、 チャラン Q、 XJAPAN、 ドリカムだったから B です。バッテンジャパンです。正解だ。よし、私は胸をなで下ろした。よし、直樹くんのアリバイも認めるとして。よっしゃい、ポンコツこのポンコツ。最後は朝霧さん、あんただな。お、私はフロントにいましたから、支配人に聞いてもらえればわかると思います。はいはいはい。そうですか。ということは全員にアリバイがあることに。うん、どういうことなんだ。結局たかしの殺害に関しては島の全員にアリバイがあることが証明され、全ての謎は明日の朝この島に訪れることになっている鑑識を含めた刑事たちに委ねられることになった。抜けてる。ポンコツ鑑識を含めたポンコツ刑事たちに委ねられることになった。もう絶対勝った、絶対勝ったわ。そしてアリバイが証明された私たちは各自の部屋に戻って休むように伝えられた。ああ、勝ったわ、絶対勝ったわ。これで全てが終わったんだ。私は明日からまた葛城直として生活することができる。すべての復讐が無事終わり、安心した私は眠りにつくことにした。
さあどうなるかな。ここであっさり刑事たちに拳銃が見つかってさ、この指紋あなたのですね、あなたが犯人ですって言われて終わりだったら、はじめちゃんとは何だったんだろうってなるけど。あ、でもセーブ来たからとりあえず合ってんのかな、ここまでは。じゃあとりあえずこれの上にしようかな。あなたの指紋がついている拳銃が見つかったんで、あなたが犯人です。ならないかな。モブ刑事たちの事件簿っていう名前に変えなきゃいけなくなるけど。今ちゃんとセーブできたか。したな、したな。はいはい。はい。さあどうなるかな。で今回はちゃんとポケットにも何も入ってなかったみたいでよかったです。朝が来た。そう、なんかちょっと平和的な音楽だな。どうなる。今回のツアーも今日で終了だ。私たちは帰りの船の停泊している港に集合し、出航の時を待っていた。ケイチ君、いよいよお別れだな。のようですね。いやーよかった、名残惜しいですね。ま、いろんなことがあったが、君が頑張ってくれたおかげで助かったよ。こちらも助かりました、いろいろと。いえ、そんな。タクヤは最後まで私のことをケイチとして接してくれた。マオちゃんのスキャンダルがデタラメだったことは、俺が記事にして世間に広めてやるよ。すごいいいやつになってんな。アニメ第5話ぐらいのゲスなあなたは忘れないぞ。だから安心して芸能界に戻ってこいよ。あざーす。全てが順調に終わろうとしていた。しかし、え、何？ああ、私の心は晴れなかった。いや、まあね、そうなってくるとさ、殺した意味がね、ヨシフさん、本当にこれで良かったんだろうか。ヨシフさんはお亡くなりなんでしょうね、本当に。君、剣持くんはどこに？ん？この声は？むさ苦しい中年男だよ。この小安っぽい声は？重要ポジションだと思ったわ。明智刑事だ。あの刑事さんのことですね。まさかこの人に一発で見破られたりしないでしょうね。知らない人向けに言っておくと、はじめちゃんのライバルポジションですね。コナンでいうとこの服部平次というか、頭脳のレベルから言ったら怪盗キッドレベルなんですが、失礼ですが、警視庁の明智だが、こいつも刑事なのか。ということは鑑識がこの島に乗り込んできたということになる。わかりました、すぐお呼びします。なんかはじめちゃんがちょっと気づかなかったこととか決めつけてることとかに冷静にアドバイスして、はじめちゃんを完全にサポートするような、かも先手打って犯人割り出しちゃうような人ですね。優秀です。アニメ漫画ならね。ここではどうかな。私は例の刑事を呼びに行くことにした。私のトリックは完璧なはずだ。たとえ鑑識が来ようと、トリックを見抜くことはできないはずだ。ポケットの中身はどうかな。大丈夫か、ポケット。記念だからっつって持って帰ろうとしてないか。事件のあらましは連絡を受けてる通りだね。は、その通りです。
金大地君、どうやら僕は君を買いかぶっていたようだ。来たね。どういうことだ。つまり君がこんな簡単な事件を解決できないとは思っていなかったってことさ。待て、なんだろう。待て、嫌な予感が。簡単な事件ということは、あんたは今回の事件の犯人が分かっているとでも。待ってくれ。え、でもセーブしちゃったぞ。セーブ直後だぞ、ここ。もちろんだよ、金大地君。ケシー、説明してください。全ての謎は、最後の事件だけを考えれば簡単に答えが出るはずです。あ、ちゃんと考えてくれてよかったわ。全ての謎は、その人のポケットを見ればわかりますとかだったらね。はぁーってなるけど。バカー。ケシー、お言葉ですが、大山隆の事件に関しては全員にアリバイが。それが答えだよ。は？ん？明智警視、容疑者を連れてまいりました。容疑者？一体僕が何をしたって言うんですか？ポンコツ。ポンコツだった。あら。かわいそうに。明智さん、これは。なぜ幸男が？なんで？全員にアリバイがあるということは、推定犯行時刻が間違っているということです。合ってるけどね。あ、そっか。たかしを最後に見たのがこの人だもんね。夏場の屋外の死体は検視による死亡時刻の断定が難しい。ああ、そっか、夏場か。そこで君たちは彼の証言から犯行時刻を割り出したんだろうが、それが偽証だとしたら、そうなっちゃうとさ、僕たちのアリバイも生放送見てたっていうのが崩れちゃうけどね。ポンコツ。やった、助かる。あんたの言いたいことはわかるが、ユキオくんは大山さんに可愛がられていた。そのユキオくんがどうして大山さんを。金大地君、どうやら君は何も見ていないようだね。大山隆は彼のことを可愛がったりはしていなかった。どういうこと？大山隆は自分がスキャンダルを仕組んだことをバラされないように彼を自分のそばに置いて見張っていただけなんだよ。はあはあはあ。しかし、あとの二人は。竹村雅彦は一人でいるところを殺されたんだ。うん、つまり気を許してる人物に殺されたということになる。ん？まあ許してたか。許してたっちゃ許してたか。ただあれは気があっただけだけどな。工藤明子の場合は。あ、それは違いますね。全然許してなかったですね。千春が見た三つ編みの女が犯人でなかったのなら、しかもあの相手幸男だと男になっちゃいますけど、それで許してるってどういう関係ってなるよね。ポンコツ。ああ、よかったよかった。男のアリバイも調べる必要がある。そして彼にはその時間の決定的なアリバイがない。はあ。しかしケイシー、は自分から警察に電話してきたような気の小さなやつですよ。まさか殺しなんて。いや、もう僕の手のひらの上でもうブレイクダンスしてますよ、小安さんが。明智刑事が。君は大きな思い違いをしている。すっげえ、すげえキレッキレのダンスを今僕の手のひらの上で。思い違い。踊ってんね。彼は。角の幸男なんかじゃない。え？彼は辰巳信也ですよ。辰巳信也？あの自殺した。あれ、そういうことじゃないの？あ、名前間違ってたのかな、僕。
なんか本人だと思ってたわ、すでに。明智と呼ばれる刑事は目の前にいる幸男が、実は幸男ではなく自殺した信也君だと説明し始めた。今回の事件を知った、だって謝ってきてなかったっけこっちに。今回の事件を知った明智は幸男と信也が瓜二つなのに疑問を抱き、独自の調査をしたところ、二人が実は17年前に生き別れになった双子の兄弟であったことを突き止めたという。あ、でも謝ってきたのは普通にごめんってだけか。ああ、日本深夜もどきじゃなくて日本深夜だったか。17年前、アキコの父親の勤める病院で赤ん坊をした、しま、死なせてしまう事故があり、病院では事故を隠すために双子の赤ん坊の一人を死んだ赤ん坊の両親に渡し、双子トリックか。双子のうち一人は死産だったと報告したとのこと。そのことを知ったアッコは、彼ら二人を使ってスキャンダルを捏造することを思いつき、深夜にそっくりの幸男を利用してその考えを実行したらしい。双子トリックか。なるほどね。まあ、よくあるね。明智が深夜の部屋を調べたところ、深夜宛ての幸男からの手紙が発見され、そこには幸男がしてしまった罪とそれを償うために自殺するといった内容が書かれていたという。明智はもしやと思い深夜の死体を調べ直したところ、やはり死体は深夜ではなく幸男のものだったことが判明したという。どうわかるんだろう。 DNA は一緒じゃん、双子だもん、二卵性の。なんか傷とか歯並びかな、後天的に変わっていくやつかな。両親もあまりにも顔が似ていたので詳しく調べるずに自分の子供が死んだと思い込んでしまったらしい。ポンコツポンコツの連鎖。ぷよぷよだったら消えてるわ。バヨエンバヨエンってなってる。明智の推理によると、幸男は自殺の現場にやってきた深夜は服装を取り替え、二人の遺書を書き幸男と入れ替わったのだという。そうですね、辰巳信也君。でも僕は人殺しなんてしてません。したよ、君はしたんだ。君はしたんだよ。決死動機は怖いわ。そんな、私はめられた上に殺人犯にされようとしてたなんて怖い。はじめちゃん助けて。どうして殺人なんか。そう、家族を捨ててまで。彼は家族を捨ててまで殺人を犯したんじゃない、殺人を犯してまで家族を捨てたかった。とんでも推理ずっとすんな。どういうことですか。ひたすら頭の中で最悪な人間に構築されていってるわ、深夜君。禁じられた恋ですよ。あ？禁じられた恋。大丈夫か。相手は一体。渚千春ですね。明智の推理によると。今後明智をポンコツと呼んでいきますか。やめとこう。明智の推理によると、深夜と千春は恋人同士だったのだという。あ、そうなの。しかし、なおのスキャンダルで証明されているように、
自分の父親の事務所のタレントとの恋愛関係が世間に知れると大問題になってしまい、千春や父親に迷惑をかけてしまう。そこで深夜は自分の存在を一旦消し去るために死んだ幸男になりすましたのだという。幸男の生存を信じ込ませるために深夜はわざわざ警察に電話までしたりと、幸い幸男は家族と離れて暮らしているので深夜が幸男と入れ替わってもそれに気づく人間はいなかった。そう、あの3人以外には、そこで彼は、あの3人ね、殺害することにした。はいはいはい、そうですね。違う、僕じゃない。違う、お前だ。君だ、君がやったんだ。連れて行きなさい。警察は深夜君のことを犯人として逮捕してしまった。これもっとマシなエンディングなかったのかな。いや、まあ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 、でも自分は助かったから、まあ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 、殺人犯だからね、ゲスはゲスだから、どこまで行ってもゲスはゲス、一緒一緒。いいおべべ着てね。私は船のデッキで一人、代わりに捕まってしまった深夜君のことを考えていた。もちろん私の犯行は完璧だったので証拠すら発見できず、深夜君もすぐに解放されるだろうと思った。あー、まあね、まあね、物証とかは特にないもんね。なおちゃん、金大地君、どうしたのこんなところで。なおちゃんこそ。別に潮風に当たるぐらいよくあらん。ちょっと考え事してたの。そっか、いろいろあったもんな。決定的に言えないけど疑ってんのかな。金田一くんも大変だったわね。ねえ金田一くん、なんだこの雰囲気。金田一くんは本当に犯人が分からなかったの？それ聞く？ああ。これはあの辰巳信也は犯人じゃないと思うんだ。これアニメだったら最悪だよな。犯人分からないんですか？ああ。ああじゃない。分かってくれ。ちくしょう、あと1日あれば犯人を突き止められる自信があるんだが。1日？なんで？金大地君、君のせいじゃないんだし、そんなに落ち込まなくても。よく言えんな。真犯人はこれでよかったんだろうか。まあ違うからね。このまま逃げ切れても心に背負った罪の重さに耐えながら生きていかなくてはならないだろうに。多分はじめちゃん分かってんだろうね。本当は証拠がないから言えないけど、わざわざ話に来てんだもんね。それはきっと捕まるよりずっと辛く苦しいことなのに。本当ね。お、コンプリーテッド。クリアしました。エンディングかな？はい、クリアしました。よっしゃー。あ、そっか、尾形さんか。やっ
たらと声優陣が豪華ですが、いやーよかった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 のかな、 なんかまあちょっと後味は悪いけど、でも一応ね犯人として完全犯罪を成し遂げることができました。はあ、まあね、名探偵的な思考をもってすれば完全犯罪も容易といったところでしょうか。いやーよかったよかった。いやーでもまあね、皆さんはね殺人などやんないようにね、やんないと思うけどね、多分こんなうまくはいかないからね普通に警察にお前だーって言われてはいーってなるからいやー、これあともう一つルートがあったりするんですけどね、これが最善なのかな、本当に罪を押し付けちゃったけど他になかったのかな。ちょっと攻略本見ますね。いや特にないな選択肢が。多分もう雪を場に伏せてそのまま犯人扱いするしかないようですね。いや正直コンプリートこのエンディング以外にあのトゥルーはなさそうですね。他は全部逮捕か死亡っぽいですね。まあ多分10個弱ぐらいはエンディング見ましたけど、これがベストっぽい。多分ユキオが助かる道はないのかな。多分ね、なんかちょっとざっくり攻略本をパラパラとめくってる感じはそうかな。まあね、そうね、完全に後味いい感じまでなってしまうとね、なんか犯罪できそうな感じしてきちゃうからね、これぐらいがいいんでしょうね。あーもうここって一つ選択肢間違えたら何個ある、これめちゃくちゃな数のエンディングに分岐してる。このパート4123456789101112131415161718192021プラスツルー21個のバッドエンドが控えてる中、なんとかここまで来たって感じですね。いやーだから半分近くがここに集約されていたと50個あるからねエンディング。で一方でさっきの朝霧拓也さんのシナリオも待ち受けていると。まあ調べた感じこっちの方が確か少なかったね。30個ぐらいだったっけな。記録を保存しますか。なんかあと他になんかねおまけシナリオみたいなのもあるらしいんですけどね。はい、おまけってすぐできんのかな。まあ上書いていいだろうけど、コンプリート。これ続きからとかやったらなるかな。朝霧さんどうしようかな。やるか。やってみよっか。今日めっちゃキリいいからこのまま終わるかな。どうしよっかな。ちょっともう今日で一応。なおさんパートは終わらせようとは思ってたんですけど、思ったより早く終わったなだから5時から始めてみたんですけど、5時から8時9時まで頑張りゃ終わんじゃないかなと思ったんですけど、
ちょっとこれ続きからってやったらどうなんの。これ続きからこれあできないのか。多分だけどね、おまけシナリオは朝霧拓也をクリアしたらできんのかな、おそらく。あー、そう書いてあるわ。葛城直編と朝霧拓也編の両方コンプリートしたらいけると。うんいうとこですね。両方クリアしないといけないっぽいですね。んー、どうしよっかな。今から朝霧やったら、でも攻略本見るに朝霧さんの方が短いんだよな。多分選択肢が少ない。パート1ぐらいまで終わるかな。いや一旦終わるか。でもちょっとあのオープニングだけ見て、次のあのサムネイル用にしてみましょうか。オープニング多分また別であるでしょう。さあどんなオープニングかな。また来週もここ見てスタートしますけど。審判の使徒。ね、この作品は犯罪を助長するゲームではないです。この配信もね、ダメ絶対。あ、一緒かな。あ、はじめちゃんがテスト前に遅くまで勉強するなんて珍しい。やっぱバカンスで来ちゃうんだ、犯人のところに。テレビだよテレビ。昨夜のテレビ楽しかったな。はじめちゃん、今日から期末テストなのよ。それがどうかしたのか。また赤点補習で夏休みに登校しなきゃならなくなっても知らないわよ。いいんだよ、どうせうちの貧乏一家は夏休みの予定は全くないし。もうはじめちゃんたら。ここは全然変わんないね。だから南の島でのんびりと過ごしたかったな。どうせ犯人に会うんでしょう、そこで。南の島、舞ちゃん。この人めっちゃ島持ってんのかな。それともさっきと同じ状況になるのかな。橘舞ちゃん、よろしく。こちらこそ。で、さっき言ったこと本当なの。今度お父さんの会社のレジャー施設が小笠原にオープンするの。一緒の島だ。オープニングツアーに私も行くことになってるんだけど、おじんばっかりじゃつまんないから、よかったら二人とも一緒に来ない。え、いいの。あら、はじめちゃんは補習でしょ。いやだな、七瀬君。これは一緒なんだな。誰だと思っているんだい。あの金田一光介の孫だよ。補習だなんて怖い。この時俺はこの南の島への誘いが後に俺を凄惨な事件に巻き込むことになろうとは想像もしていなかった。いい加減想像した方がいいよ。いい加減ね。あの金田一少年の20年後の作品とかもありますけど、いまだに事件を追ってるからね。ボー、一緒やん。いよいよだ、待っててくれヨシフ。ん？あ、そこつながりあったっけ。お前の仇はこの俺がきっと。ああ、え、葛城直が出てくるのかな。ボー。あ、婚約してたっけ、忘れてたわ。それはヨシフとの結婚を2ヶ月後に控えたある日のことだった。ごめんなさい、かなり待ったでしょ。お、ヨシフさん。ちょっと服が違うのかな。ああ、いや、今来たところだ。
今回は声ないんだな。それより大丈夫なのか？彼女かなり落ち込んでるんじゃ。ええ、まあね。何しろ奈緒ちゃんには初めてのスキャンダルだから。でもまあ口ぶり聞いてるとなんか自殺する感じに感じないけどね、ヨシフさん。奈緒ちゃん、これ自分の様子はもう見れないっぽいか。なるほどね。じゃあきっかけはおそらくこのままヨシフさんへ、なんだ、ヨシフさんがこのあと自殺すんのかな、のまあなんていうの、復讐で行くんでしょう。うん、まあじゃあこんなところにしとこうかな。次回は、まあ、この続きといいますか、このシナリオをもう一回最初からね開始していきたいと思います。よし、じゃあここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と通知のオン、ツイッターのフォローとよろしくお願いします。現在明日までか、明日までがあれです、ホワイトデーボイス再販の最終日、で18日からがお月見ボイスですね。27日ぐらいまでだったかな。この後エンディングにも表示されますが、よろしくお願いします。はい。ではご視聴ありがとうございました。では次回。